こんにちは、ダイスです。今回は星7の最強翡翠爆粉レイドのおすすめ対策ポケモンについてまとめていこうと思います。前回翡翠のポケモンで行われたジュナイパーに引き続き翡翠の姿の最強爆粉です。開催期間は第1回目が11月3日金曜日の朝9時から11月6日月曜日の朝8時59分までです。第2回目が11月10日から11月13日までに行われますので、2週連続で最強レイドの翡翠爆粉が遊べるという風になってます。翡翠爆粉が出たことにより残りの翡翠の姿のポケモンが大剣気のみになりました。まあ、大剣気に関しては隠れ特性、夢特性がだいぶ強いので、そっちの方が個人的には不安です。はい、今回の最強翡翠爆粉に関してはテラスタイプが炎になっています。元タイプも炎ゴーストタイプなので、タイプ1で打たれる技があるのに注意が必要という感じです。まあ、残りの4種類になりましたね。そして今回の翡翠爆粉に関してはタイプ炎ゴースト、これ通常タイプです。テラスタイプが炎なので弱点になるタイプとしては水、地面、岩の3種類、そして半減になってしまうタイプだと炎、草、氷、虫の4種類になります。隠れ特性のお見通しで多分今回も来ると思うんですけど、お見通しは相手の持っている道具が分かるっていう特性なだけなので、ここは注意しなくても大丈夫かなと思います。まあ、炎タイプなので水でいって半減狙いたいとかっていうのもあるんですけど、翡翠爆粉の場合物理技と特殊技合わせるとですね、結構技範囲が広いんですよね。なんで対策が限られるかなということで、何体かねピックアップしようかなと思ってます。まずはステータスです。ステータス見てもらうと分かるんですけど、特攻だけがかなり高いんですよね。なので予想としては特殊型なんですけど、中にはまあ1種類ぐらい物理が入っていてもおかしくはないかなという感じです。多分ね、特殊攻撃の技構成だけで来るんじゃないかと思います。あとは特防よりも防御が低いので、こちらは物理型でいった方がまあ有利に動けるかなという感じですね。と言ってもね、本当にちょっとの差なので、どちらでも今回はいいんじゃないかなと個人的には思います。で、技範囲も広くて、で威力がね高い技も中にはあるので、その点が注意が必要になってます。どんな技を覚えるかというと、物理技だけピックアップするとこれだけの種類です。もう結構ですね、数が多いんですよね。なのでこの中から物理の技で入りそうだなって思われるのが、あったら嫌なのが地震とかあったら嫌なのがじゃれつくとかかなと思います。このあたり物理で入ってると個人的にはねちょっと嫌だなという感じです。あと格闘技ね、瓦割りとかあったら嫌だなと思うので、まあ、物理はね多分炎とゴーストタイプの技はピックアップされてこないと思います。それ以外で瓦割りとか地震とかはピックアップあるかもしれないので、注意しようかなと思います。続いて特殊技、特殊技ね数少ないんですよね。数少ないんですけど、必ず特殊の炎タイプ技とゴーストタイプ技は入るはずです。この中で一番嫌なのが百鬼夜行ですね。そして変化技とかにある、まあ、鬼火とか、この辺りとの組み合わせで百鬼夜行がかなり攻撃の数値が高くなってしまうので、ダメージがね多く通るんですよね。なのでゴースト技の対策だとノーマルタイプのポケモンを連れて行って無効にするのが一番ベストなんですけど、そうすると結構ですね使えるポケモンの数がまた少なくなるという風になっていて、個人的には対策するのめんどくさいなと思いました。はい、考えてみたらですねめんどくさいんですよね。で、私の予想としては多分なんですけど、炎の中で煉獄か噴煙が入ってくると思ってます。火炎放射はねちょっと入ってないような気がするんですよね、なんとなく。で、ゴーストの中だと多分百鬼夜行は入ってくるだろうという感じです。変化技だと呪い、瞑想、日本晴れ、鬼火、ここの4種類から2つはピックアップが入るはずかなと思います。他の技で入れそうなのがソーラービームですね。ソーラービームあると厄介なので個人的には嫌です。なんで厄介かっていうと、炎を半減するので水タイプのポケモン連れていきたいんですけど、これソーラー
ビームをですね2本バレカで打たれるとワンターンで打てるので、それされると2倍弱点で倒れるポケモンが多くなるので、個人的には嫌なんですけど、だからこそ入ってそうですね。はい、皆さんのね予想もあればコメントで教えていただけると嬉しいです。ここからは対策で考えたポケモンたちをご紹介していこうと思います。まずはマリルリです。これ賛否あると思うんですけど、使えたら嬉しいなという枠でマリルリをご紹介しようと思いました。最近ちょっとねレイドとかで活躍してなかったんですけど、元タイプ水フェアリーでテラスタイプ水だと、炎技がねもともと半減 0.5 で受けられるんですよね。なので使えたらねかなり優秀だと思います。タイプ相性は本当に優秀なので、できれば個人的には使いたいポケモンです。で今回はマリルリとあと残り3種類の4種類のポケモンをご紹介するという感じになるので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。まず1匹目のマリルリです。特性が熱い脂肪で作るとき、炎技氷技が半減になるので、元タイプの水と合わせると炎が 0.25 受けになります。4分の1ダメージで済むっていう感じです。で技構成はこの4種類、アクアブレイクで基本的に技をダメージ入れていって、アクアリング必要だったら回復で、ドワスレ入れたんですけど光の壁も覚えるのでかなり優秀に特防を抑えられるポケモンになってます。腹太鼓できたら嬉しいですよね。できればね腹太鼓してからの動きがいいかなと思っています。はい、できればなんですけど、腹太鼓して光の壁かド忘れで、その後アクアブレイクを、まあ、PB も上げてないんですけど打ちながら、テラスタルしていくかなっていう立ち回りになるかなと思います。アクアリングに関してはここ抜いてもいいですよね。持ち物に関してもまだどれがいいかなって考えてる途中なんですけど、ド忘れ採用でアクアリング枠を他の技に変えるんであれば、多分貝殻の鈴の方がいいと思うし、腹太鼓もできて光の壁で済むっていう状態だったら、多分貝殻の鈴持たなくてもアクアリングの少量回復だけで回せるのかもしれないですね。ここに関しても持ち技によりです。どうしてもゴーストタイプの技に関してはマリルリの場合は通常で受けてしまうので倍とかにはならないですけど、当倍受けになっちゃうので、そこの対策だけねなんとかできればいいかなと思います。まあ、ド忘れかけて光の壁もどっちもかけられれば、まあ、アクアリングは抜けちゃうんですけど、そしたら結構特防強くなるから、まあ、ステータスのねかき消しとかが入るかどうかにもよるんですけど、いけなくはないかなと思います。この個体に関してはまだね努力値振ってない状態です。振ってない状態で特防がこの値で、努力値振るとなると、まあ、性格は意地っ張りで特性厚い脂肪にしておいて、努力値は攻撃と特防に252振って、特防でちゃんと受けられるように作るっていう感じなので、 HP だけちょっと低くなっちゃうんですよね。なので当日の技構成にもよりなんですけど、一応まだ振ってない状態で、おすすめだと攻撃と特防に252振りかなと思います。そしてもう一体のマリロリです。こっちはですね力持ちの特性、通常特性のもう一つの方になってるんですけど、努力値が振ってある状態です。で振り方としては HP 攻撃に252ずつマックスで振ってある状態なんですよね。レベル100で HP に振っちゃうと、今振ってない方で333なんですけど、 HP250 に振ると404まで数値が上がるので、こっちの方がいい可能性もあります。ただ、まあ、持ち技とあと腹太鼓できるかどうかにもよっちゃうので、個人的には攻撃と特防に250に振っておいた方がいいかなということでご紹介しています。この力持ち個体はもうね HP と攻撃に振っちゃってるので、後でね変えようかなっていう感じです。まあ、使ってみてからになるんですけどね。そして、技としては今違いがあると思うんですけど、熱い脂肪の方はアクアリングを今入れてある状態です。なんでかっていうと、炎タイプの技がもともと熱い脂肪で 0.25 4分の1受けができるようになってるので、雨乞いの技を入れてません。で熱い脂肪じゃなくて、もし仮に草タイプのソーラービームの技を
まあ、翡翠爆粉が持ってたとすると、これだとね抜群取られて2倍でダメージ受けちゃうので、多分マレルリすぐ倒れるんですよね。で今回は今変えてないんですけど、この特性を隠れ特性の装飾にすることでソーラービームのこの草タイプの技が受けられます。無効になるですよね。なので雨乞いをこっちは入れてあるという感じです。装飾にした時を考えて、腹太鼓と胴忘れと雨乞いで炎タイプの技を、半減プラスするという風にしておいて、でアクアブレイク打つ時にも威力が上がるようにということで雨乞いを入れてあります。まあ、HP 攻撃型で力持ちのままでいければいいんですけど、ソーラービームがもし入ってたっていう時には、まあ、あの夢特性なんでね、ちょっと特性パッチ使わないといけないんですけど、この個体を特性パッチを使って、装飾に変化させてから私は使うと思います。まあ、できればね熱い脂肪で炎タイプの技はあるけど草はないっていう風になってくれると嬉しいです。そして次腹バリーです。いつもの腹バリーなんですけど、特攻と特防に250に振って、残りの 4HP に振ってある方です。まあ、ハラバリーは特性の電気に変えるで充電状態にしつつ攻撃できるし、パラボラチャージで本当に強いので、今回もねおすすめです。パラボラチャージでもう自分も回復しながらアシッドボムで相手も特防を下げて攻撃できますし、光の壁も覚えるので特殊攻撃の技のダメージも、減らせます。で今回ね回電波を今入れてあって、相手の特攻をガクッと下げる、まあ命中100でね絶対当たるのを入れてあるんですけど、雨乞いも覚えるんですよね。なので入ってる、まあ、持ち技により変えるかなというところなんですけど、回電波で落としてもいいし、雨乞いしておいた方がいいんだったら、まあ、水鉄砲はね使わないかなと思うんですけど、雨乞いしておいた方が良ければ回電波枠を多分雨乞いに変えるようになるんじゃないかなと思います。まあ、泥かけ入れてもいいですよね。結構ね今回に関しては多分光の壁を持ってた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、基本枠はアシッドボムとパラボラチャージがあればいいと思うので、残りの2枠に関しては翡翠爆粉が持ってる技によって変えていくかなと思います。次カビゴンです。カビゴンに関してはノーマルタイプなのでゴーストタイプの技が無効になります。使えたらめちゃくちゃ嬉しいのが、熱い脂肪の特性で炎タイプも半減なんですよね。なのでここを使って炎技も半減、ゴーストタイプの技も無効でうまくいけばめちゃくちゃ嬉しいです。で性格は攻撃上がり特攻下がりの意地っ張りで作って、まだ努力値振ってないんですけど、攻撃と特防に250に振って残り HP4 かなというイメージです。で持ち技は腹太鼓、できれば嬉しいですね。腹太鼓してド忘れでぐーんと自分の特防を上げて攻撃入んないようにしてから、相手の防御を嫌な音で下げてのしかかりで攻撃、これがいければカビゴンが一番立ち回りもしやすいと思います。私まだレベル100まで育ててないレベル76の状態で HP が340で、カビゴンってねかなり HP も高いんですよね。なんで振らなくてもいいかなということで、攻撃252と特防252と残りの 4HP っていう振り方にしようかなと思います。はい、続いてヌメルゴンです。ヌメルゴンに関しては特性を今装飾にしてあります。違うのでもいいんじゃないかと思うんですけど、草技ももしかしたら入ってるかもしれないので一旦ね装飾にしました。マリルリーの時にお話ししてたのがこの特性です。草の技を受けるとダメージ受けずに攻撃が上がってくれるというものなので、ソーラービーム持ってたら得するって感じですね。無効になるからいいと思います。でヌメルゴに関してはもともとドラゴンタイプ一択なので、テラスタイプは後で水テラスタイプにテラピース50個使って変えた方がいいです。まだねちょっと変えてないんですけど、なんで変えた方がいいかっていうと、雨乞い、波乗り、命の雫、これ全部水タイプの技で覚えるのとプラスアシッドボムを覚えるんですよね。なので特殊攻撃で波乗りで基本的には攻撃で命の雫、まあ、枠変えてもいいんですけどこれで回復です。他にも覚える技が結構あるのでそこから選択してもいいかと思うんですけど、基本的にはこれかなと思ってます。ダクル当たればね命中が85じゃなければ入れたいんですけど、こっちよりは波乗りの方がいいし、まあ、呪い使っても特攻で攻撃したいのであまり意味がないしっていうので、この状態で
作るのが一番いいんじゃないかなと思います。で、ドクドクに関しては北上の里で遊んでる方はもしかしたら持ってるかもしれないんですけど、まあ、基本ねパルテアで遊んでるだけだよっていう方はねこれ持ってないと思いますが、持ってる人はねドクドク入れるのも個人的にはありかなと思ってます。まあどのタイミングでバリアを張られるかとか書き消しがあるかによってはちょっと変わってきてしまうんですけど、ドクドクもね覚えるのでなんとなくですけどいけそうな気はするんですよね技構成によりだと思うんですけどいけるような気がします。まあ、基本的にヌメルボン使うんだったら雨乞いは必須ですね。他のポケモンよりもね雨乞いしておいた方が通りが良くなるポケモンなので、こんな感じで技構成考えて入れてみました。皆さんは何のポケモンを使う予定か決まってる方はよかったらコメントで教えてください。時間がね今回ないんですよねなんかね1週間あるんですけどちょっと短い感じなので、1体2体ねちゃんと育成してからね準備を進めるっていう方もいるかもしれないんですけど、当日ねまた立ち回りしてみて使えたら嬉しいなということで今回はご紹介をしてみました。で、他にも実は、ポケモンホームから移動できれば海洋画とか、あと今回ねご紹介してないんですけどもらい火のポケモン、なんでこれやめたかっていうと、ヘルガーとかはね本当はもらい火なんで連れて行きたいんですけど、赤炎タイプで抜群でねアタックできる技がないんですよね。なのでヘルガーとかこういうもらい火耐性の子たちだったらもしかしたらサポート役とか技入れ替えてサポート役とかでマルチで活躍はするんじゃないかと思います。で、他にもマルチでサポート活躍するポケモンだったら、そうだな、ヘルガーだとねまあ分かりやすいんですよね。泥かけとか入ってるし、他にもね覚える技は結構あったりするのでいいのと、あとマルチだとブラッキーかな、この2体はサポートでいけるかもしれないですね。まあアタッカーになるかな。シャワーズがね今回ちょっと抜きました。アシストパワーでいけるんだったらもしかしたらシャワーズかヤドキングとか、まあ、特防が高いポケモンだったらもしかしたらいけるかもしれないんですけど、やってみないことには何ともだったのでとりあえずね抜いておきました。はい、やけどとかあるとねちょっとねかけにくいんですよね。なので抜いておいたという感じです。はい、まあ、やってみないと分かんないんですけど、この4種類のポケモンで一応ね私は翡翠爆風の初回やっていこうかなと思い今回はご紹介したという感じです。はい、他に何か良さそうなポケモンあればぜひコメントで教えていただけると嬉しいのでよろしくお願いします。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。